はようございます、スロッピーです。今日ちょっと昨日残業続きプラススプラで夜中3時ぐらいに起きて、今9時ぐらいに起きたんですけど、ちょっとめちゃくちゃ眠いんですけど、でも休みが今日1日しかないんで、ちょっとせっかく松島の円通院ってとこに、紅葉が綺麗なんで紅葉取りに行ってこようかなって思います。それでは行ってきます。皆さん改めましてこんにちは、ロッピーです。というわけで今回は松島海岸駅に来ました。で、今回冒頭で言っていた通り、松島海岸駅の松島のところに円通院という紅葉の名所があって、そこの写真を撮りに今松島駅からぐーっと歩いてきました。ただこの日が円通院の住職さんがちょっとご逝去されていたということで、そちらの葬儀で円通院の中に入れなくなってしまっていたので、仕方なく近くのもみじ紅葉であったり、今見えている奥側みたいなところがちょうど写真をうまく撮れそうだったので、今日はそっちを持ってきたカメラで写真を撮っていこうかなということで、紅葉っていうよりは松島の周遊 Vlog みたいな感じです。今回松島を周遊観光した時に撮った写真も合わせて最後にちょっと載せていくので、よろしければ見てもらえればなっていう感じです。船内から仙石線で松島海岸駅っていう場所に行けるんですけど、そこから降りると本当にすぐに、何キロぐらいだろう、5分10分歩いたぐらいでもうすぐに松島でこんな感じの景色が広がっています。今いるところは五大堂っていうところで、透かし橋っていうのが有名なところですね。今画面に映っている赤い橋が透かし橋です。実際動画撮りながらだと結構下が意外にそんな透けてないのかなって見えがちなんですけど、意外に結構高さがあって、歩いてみると結構初めての旅行の人たちとかは結構おどろおどろしながらちょっとゆっくり歩いてる感じですね。で、実際に横から見てみるとこんな感じになっていて、意外に高さがあって、本当に下を立ち止まって見てみると波が寄せたり引いたりするっていうのが見える感じです。こんな感じで松島も震災の後ですけど、島は普通に残っていて、こんな感じの景観を楽しむことができるようになっています。で、五大堂の横にはこんな感じで本当に道路が広がっていて、そこにいろんなお土産屋さんであったり軽食屋さんが並んでいる感じです。実際この奥に見えている場所がフェリー乗り場のチケットとか売っている場所で、ここでチケットを買ってフェリーで松島の周遊の旅みたいな
感じもあります。短い動画になってしまいましたが、 Vlog 動画ということで今回はここら辺で失礼しようと思います。今回撮った写真を最後に載せていくので、よろしかったら見ていただけると幸いです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ、ロッピーでした。